今回はこのホンダステップワゴンというお車にレカロシートのエルゴメド MV、座面ややたっぷりめ、それほど沈み込まないというタイプのレカロシートを装着させていただきました。やや大柄気味のお客様に対しては非常に良い選択かとは思います。ただその分、純正の装着の方法ではシートが後方に行く量が少し欠けるのではないかということで、あらかじめ装着の段階で、後方に行くための細工は済ませております。前側の高さが、前側は一番低くで、真ん中の高さで、後ろは高くなってるかな、の高さです。でもうすでに後方行きが完成してて、股の間に手を入れていただいて、スライドレールをちょっと動かす。で、自分の良さそうな位置を選択してもらって、それじゃさすが前すぎるでしょ。アクセルに足乗せてみてください。うん、まだ狭くないそれ。このぐらいかな。そんなもんですかね。うん、ああ、じゃあそれはそれで全然、うん。で、一応まだ後ろにも行くと思います。やってみて。行くでしょ、うん、じゃあもう そこまで行ってれば好きなとこ後で選んでくださいと、はい、それでここちょっと後ろに行く加工してるんで、はい、グリースがちょっとこう顔出すってことです、はい、だからそれだけたまにここ気をつけて、はい、お願いいたします。であとは高さを一回りしてみますかね。一回りくるっと、それともこれである程度読めれば、まあ、でも大丈夫じゃないですか、ね、そうですか、はい、じゃあこれで一応本固定させてもらって、はい、また言っていただければ、はい、スタッフさんがちょこちょこっとネジで調整してくれますんで、はい、大丈夫です。じゃあこれでお願いします、はい、ということで一旦装着は終了いたしましたが、ちょうど1週間後にもう少し座面全体的に高さが上げられないかということでのご来店はありました。ありがとうございました。何かあったら連絡くださいねということで、純正の時はどのように装着されていたかということはあまり関係なく、新たに投資されたシートが活躍するかどうかは、装着時の設定に全てかかってくるということでございます。